バーディアの、先ほども満塁の場面で回ってきました。初回この際サードゴロに倒れています。初球手を出しません。さっきの打席でも言いましたけども、今日あえてね、この打順に矢野をスタメンで置いたっていうね、栗山監督の決断がどう出るかですよね。2打席連続で、それが試させるような気がしますね。7、8、9は今シーズン日替わりだった、そんなファイターズ。しかし栗山監督は言っています。必ず打点の機会は回ってくるのが下位打線だと。まさにその時を迎えています。外外れています。ストレート147キロ。そうですね、いいストレートですね。アウトローのストレート今日は少なかったんですが、今のボールが投げれるんならもう少し割れ増やしていいかもしれないですね。ただ球数がもう80球に迫っています。ただ3回の裏、ノーアウト満塁のピンチから2アウトまでこぎつけています。外れてボール先行。涌井のストレートのボールの行き方といいますかね、それが良くなっている感じしますね。となるとここもヒッティングカウントですが、いけるということですか。3球続けていますけど、2球続いたので、ここは、カットに変えるかな。また首を振って1回首を振りました。大きく外れます。さあフォアボールは与えられない場面。まずは手ぶらで終わるわけにはいかないイニング。ノーアウト満塁から2アウトまで来ています。ファウルでフルカウント。バッテリーが少し開き直った感ありますね。今の一球でストレートですか、この投げる前にですね、もう行こうよと井上田村もジェスチャーを見せていました。さあフルカウント、ランナー一斉にスタート。上がっていますがファウルボールになっています。バッテリーは助かりました、見逃すは完全ボールです、ただフルカウントというのはバッター心理としてはついついバットを出してしまうというところなんですか。そうですね、でも変化球ならねそういう傾向あるんですが、まっすぐのあそこは見逃してほしいところですよね。だから手が出るということは、ボールのキレがあるんだと思います。146キロ出ていました。昨日のヒーロー矢野、6月にファイターズに移籍。長いタイム。今日一番コントロールがいいのは小さなフォークボールなんでね、まっすぐ3球続けたところでフォークに変えていいんじゃないですかね。一度首を振って決めました。上がっている。センター荻野がセカンドクルーズ掴んでいます。いやもうここは涌井の勝ちですね。素晴らしい。ということでノーアウト満塁のチャンスでしたが、ファイターズ0点に終わっています。